こんにちは、お久しぶりです。今日はですね、このモザエアクロス2というジンバルをね紹介したいと思います。まあ、ものはねこれになるんですけど、まあ、だいたいフルサイズのミラーレスに軽めのズームレンズぐらいまでをつけた、そのぐらいの重さまで使うことができる、まあ、ミドルクラスのジンバルになるんですけど、まあ、1月ぐらいにこの販売店の方にレビュー用に提供していただいたので、今日はこれをね軽く紹介したいと思います。まあ、いろいろレビュー動画が上がっているので、詳しい動画はね皆さんもいろいろ見られていると思いますけど、まあ、2、3ヶ月使ってみて実際の使用感なんかをねお話しできたらと思います。でまず最初に外観についてなんですけど、外観はこっちがね以前のモザエアクロスの初代のモデルです。まあ、見てわかる通りかなりね細身でアルミの削り出しボディみたいな感じでね、まあ、こっちはこっちで良かったんですけど、今度のはすごいプラスチックのが多用されていて、まあ、ちゃんとした工業製品としてこう完成度がすごい上がってる感じがします。以前のはねもうちょっとこう手作り機械っぽかったんですけど、で、重量に関して、重量なんですけど、重量はですね、まあ、前のモデルとそんなに変わってないか、まあ、ちょっと重いかなと思いますけど、こういう取り付け用のプレートとか全部つけた状態で 1.4 キロだそうです。1.4 キロ軽いか重いかっていうのはちょっとよくわかんないんですけど、まあ、このクラスのジンバルとしては多少の差はありますけど、だいたい平均的な重さだと思います。まあ、実際まあまあ重たいです。まあ、このモデルで大きく変わった点としては、ここがねこれバッテリーなんですけど、以前のモデルはバッテリーのまあセルを取り出してそれを充電器に入れて充電する必要があったんですけど、このモデルはもうこういうふうにバッテリー単体でここに USB-C が挿せるようになっていて、 USB-C のケーブルで直接充電できます。なので充電器が不要になりました。まあ、それはね旅行の時とかも荷物が減るので大歓迎です。あとですね、まあ、マニュアルがね付属してくるんで、もちろん日本語のマニュアルがあるんですけど、以前のものはもう少しこう手作りっぽいマニュアルだったんですけど、今度のはかなり日本語もしっかりしていて、おかしな部分があんまりなくて、ね、マニュアル読むだけでもかなり使い方がわかります。で性能に関してなんですけど、ペイロード、まあ、どのぐらいの重さのカメラを詰めるかっていうと 3.2 キロまでとなっています。以前のモデルが確か 1.6 キロだったので、まあ、倍増してるわけですけど、まあ、実際問題 3.2 キロを積んで動くかっていうとちょっと難しいかなと思いますけど、私は今 α7-3 でちょっと撮影しちゃってるんです。それに SIGMA の 24-70mmF2.8 っていう結構重たい830だか 60g あるレンズをつけると、まあ合わせると2キロ近い 1.5、6キロ、 1.6 キロぐらいになるのかな、になると思うんですけど、まあそれぐらいまでが結構限界かなという感じはします。これタムロンさんにお借りしている 17-28mm の F2.8 のレンズなんですけど、これなんかはすごく軽くて確か 400g 台だったと思うんですけど、こういうのをつけてジンバルに乗せるとね、まあ、総重量も軽くなりますし、動きも非常に安定していて、まあ、このぐらいまでのレンズがおすすめかなと思います。もしくはこういう 50mmF1.8 とか 20mmF2.8 とか、こういう軽めの単焦点レンズなんかも全然問題なく使えると思います。そしてバッテリーの、ね、持続時間が12時間というのがカタログ値なんですけど、まあ、これも1日使っても全然なくならないので、まあ、大体そんな感じなのかなと思います。で α7-3 の場合はこの USB ケーブルで接続して、でこの本体からカメラのコントロールがある程度できるんですけど、そうすると、まあ、基本的には起動している間はずっとここから給電されているので、 α7-3 のバッテリーがいつも充電されながら使うことになるんですけど、まあ、そういう使い方をしてもこの本体のバッテリーは、まあ、1日は余裕で持ちますので、まあ、バッテリーの心配はいらないかなと思います。じゃあ今から外出規制が始まる前にいくつか撮りためたというか撮った試しのサンプル映像がありますので、まあ、そちらをね少しご覧ください。じゃあどうぞ。
look out, here she comes, the woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. Cause I hope that I'm not showing. Oh no, I gave my heart away, went a bit too far, so wrong. Oh no, open up my soul, but babe, how could I know?感じで2ヶ月3ヶ月ね使ってみたんですけど、まあ最近ねちょっと外に出られないので全然使えてないんですけど、まあ、使ってみた感想としては、まあ、当たり前なんですけど、ジンバルのまあ基本的な機能ですね、そのカメラを手ぶれさせないで安定して撮るっていうことに関してはもう全然不満なく使えます。非常に安定しています。で、持ち運びするときなんかもこのロックがね、まあ今のジンバルみんなついてますけど、このロックがねついてるので非常に持ち運びしやすいです。で、このロック結構面白くて、面白いっていうか、普通まあ固定位置に持ってってロックすると思うんですけど、そうじゃなくて先にロックレバーやっといても、アームを動かせばその定位置に行った時にカチャってロックされるようになってるので、ロックすごくしやすいですね。で、次がですね、このジンバルのまあ最大の特徴なんですけど、このここのホイールでですね、ジンバルの稼働速度、フォローする速度ですね、例えば手をブンって右に振った時にジンバルが動いていく速度をここでくるくる回すことであっという間に変更することができるんですね。で、これって結構大事で、使うレンズとか状況によってそのどのぐらいの速度でフォロー、パンしたいとかティルト上下に動かしたいとかってかなり変わってくるので、毎回違うと思うんですけど、今まではそれを携帯のアプリにつないで設定変更っていうのをしないといけなかったんですけど、まあそれがまたアプリ開いて接続して、で設定値変えて、で保存みたいなことするともう結構な手間で時間もかかるので、めんどくさくなってあまりやらなくなるんですけど、このモデルに関してはここでねあっという間に変えることができます。すごい便利ですね。で、パンだけフォローするかとか、ティルトもフォローするかとか、ロールもフォローするかとか、それもここのジョイスティックじゃないな、ここのダイヤルがね、こういうふうに四隅が押せるようになっていて、それであっという間に変更できます。で、画面で見て変更できるので、それはもう初代から比べるともう全然別次元の使いやすさです。で、あとはまあ細かい点なんですけど、こういうですね、ここゴム、ここにゴムが貼ってあるっていうか、ゴムのカバーがねついてるんですね。こっちにもここにもねついています。で、こういうところってジンバル使ったことがある方ならわかると思うんですけど、こうジンバルが動いた時にガチャガチャ当たったりするんですね。で、カメラのレンズが当たったりとかね。で、初代の方はこれ何にもそういうのついてないので、ガシガシ当たって、まあ、傷がついたりし、カメラにも傷がついたりして結構嫌だったんですけど、今回のモデルはこういう風にラバーキャップがついているので、まあ、そういう心配もなくてね、すごい親切だなと思いました。で、あとですね、まあ、アプリですね。まあ、ジンバル使う上で、携帯のスマホのアプリって切っても切り離せない関係だと思うんですけど、アプリが非常にね、安定していて接続も早いし使いやすくてね、それもいいなと思いました。他のメーカーのジンバルではなかなか接続されなかったり設定が反映されなかったりしたんですけど、このジンバルに使うモザのアプリはすごくね、すぐつながって設定の変更なんかもすぐできます。で、まあ、アプリの中にいろいろ細かい機能があって、タイムラプスとかモーションタイムラプスとか、あとリモコンで使う機能とか、まあいろいろあるんですけど、
バランスチェックっていう機能がありまして、まあ、使い始めの頃ってちょっとバランスがねちゃんと取れてるのかどうかっていうのが不安だったりするんですけど、そのアプリの中のバランスチェックっていう機能を使うとちゃんとバランスが取れているかどうかっていうのを判定してくれるので、まあ、最初のうちはね非常に便利な機能かなと思います。あとはですねミミックモーションっていう機能があって、何かっていうとまあ、その機能をオンにするとスマホがリモコンになってスマホを向けた方に、例えばまあスマホのカメラがありますけど、スマホのカメラで撮ってるかのようにこう動かすと同じようにジンバルも動いてくる、まあ、ちょっと映像でお見せしますけどジンバルも動くっていう機能なんですね。デフォルトだとむちゃくちゃ動きが速くてこんな絶対使い物にならないかなと思ったんですけど、調整してゆっくりの動きにすれば、まあ、リモコンとして使うことができますね。で説明書にも書いてあったんですけど、まあ、このスマホ自体をこういうビデオ用の三脚に固定して、そのビデオ三脚なのでまあ動きが滑らかになるんですけど、その状態でスマホをこうビデオ三脚上で何て言うんですか動くようにすると、カメラもそれに合わせて非常に滑らかに動くようになるんだと思いますね。なのでまあ遠隔操作しやすくなるってことでしょうかね。ということでまあ細かい機能を説明していくと時間がいくらあっても足りなくなっちゃうのでまあ省きますけど、まあ、基本的にまあどうですか、今買うとしたら G-UIN のウィービル S とか、それからこのモザイアクロス2、そしてローニン SC とかになるんでしょうかね。まあその5万円5、6万で買えるジンバルとしてはまあこれはこれで結構ポイント高いんじゃないかなと私は思います。まあ、ジンバル使うと本当に手持ちではありえないような、もうむちゃくちゃ走ってても安定した映像とか撮れますので、まあ、試したことない方はねぜひ一度試してみてください。ということで今日はこのモザエアクロス2というねジンバルの紹介でした。今日の動画面白いと思っていただけた方はぜひいいねボタンとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。